国内女子 V ポイントかけるエネオスゴルフトーナメント事前情報、鹿児島高巻 CC、鹿児島、6456YD、パー72。国内女子ツアーは今週から九州での2連戦に入る。シーズン第3戦の舞台は鹿児島空港から車で約30分の場所にある給料コース。 賞金総額1億円、優勝賞金1800万円をかけて15日、金曜日から3日間の日程で行われる。前年大会は、青木セレナが2位で出た最終日に、64をマーク。54ホールをノーボギーで回り、2位佐藤優香に4打差をつける大会記録の通算17アンダーでツアー通算4勝目を挙げた。 今年は連覇のかかる青木に加え、前年最終日に大会コース記録、63を叩き出した山下美優。今季開幕戦覇者の岩井千里、2週連続優勝を目指す鈴木愛良が出場する。昨季メルセデスランキング2位のシンジエ、韓国は日本でのシーズン初戦に臨む。歴代覇者の堀琴音、22年、や小祝さくら。 21年地元鹿児島出身の勝みなみと横峯桜もエントリーした初日のペアリングも発表され青木は上田桃子と山内日菜子勝は神谷空と桜井心コ那コと同組でプレーするより小さい主な出場予定選手青木セレナ安心ね岩井明愛岩井千里上田桃子尾関亜美優勝みなみ神谷空 川崎春香、小岩井さくら、桜井コ,コナ真次江、菅沼奈々、鈴木愛、昼田南、藤田才木、堀琴音、安田優香、山下美優、横峯さくら、渡辺彩香。